ニュージーンズ独立問題ですよね。なんでこんな対立してるんですかね。クリエイティブをめぐる感情的な対立が非常に大きい、うん、ということをですね、なるほど。構図としてはね、やっぱりビジネス VS クリエイティブ、私が一番注目したのはやっぱり CD の販売をめぐる問題ですね、うん、CD にメンバーのフォトカードをランダムで封入をして販売をする、うん、はい、うん、これをやるとマーケットが壊れるぞっていう強い主張をしたんですね、うん、でこれが業界内部からまあこういう言葉が出てくるっていうのは非常に私は重く受け止めなければならないなと、うん、そう思いました。はっきり言うと、その推し活で CD 買ってって私掛け捨てに見えるんですよ。あ、なるほど、うん、でだからもっと投資みたいな形がやっぱり望ましいなと思っていて、で推し活的な部分をアーティストの収入になるような形にしたいって、はい、うん、みんな考えるときになかなか手が見つからない。なるほど、はい、本日のゲストをご紹介します、ジャーナリストの松谷総一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ニュージーンズ、韓国の人気女性グループと、はい、ニュージーンズと、まあ、K-POP の危機というタイトルでお届けしたいんですが、うん、今、ニュージーンズをめぐって、はい、かなり、まあ、問題というか、対立が起きてるんですよね。うんうんうん、そうですね、はい、ハイブと、ハイブ傘下に、アドアっていう、まあ、そこはミンヒジンさんというプロデューサーが社長ですけれども、はい、まあ、そこで、まあ、簡単に言うと大喧嘩してる状態です。はい。はい、この問題って、まあ、日本でもすごい伝わってきてるんですけど、はい、今考えるべき理由というか、松谷さんもかなり熱心に取材されてると思うんですけど、なんでそこまで大事だって言えるんですかね。ハイブという会社が、その K-POP の中では、まあ、一番大きな会社。はい、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、BTS というグループを持っていて、はい、まあ、BTS は今兵役に入ってますけれども、まあ、いろんなグループを抱えている韓国の K-POP の中では最大手の企業であると。はい、去年、大ブレイクしたのがニュージーンズで、まあ、はい、要は稼ぎ頭なんですね。なるほど。紅白にも出ましたもんね。出ましたね。はい、で、その中、それをやってるのがアドアという、まあ、子会社なんですが、まあ、そことハイブが大喧嘩をして、そのニュージーンズのプロデューサーであるミンヒジンさんを、まあ、追い出すかどうか、うん。そういう話になってるんですね。なるほど。わかりました。特に K-POP は、本当日本から見ると、まあ、先輩というか、優れてるところもあったので、うん、今まで K-POP を見習えっていう私は思ってたんですけれど、うん、こんなにトラブルが起きてるということは何か K-POP で異変が起きてるんじゃないかって思ってまして、ちょっとその辺も含めて今日はちょっと聞いてみたいと思います。で、話はちょっと3つに分けて考えたいんですが、まずはちょっと今回の、まあ、ニュージーンズをめぐる対立の振り返り。で、2つ目としては、まあ、K-POP の現在。実はこのニュージーンズの、まあ、会見でミンヒジンさんが記者会見したんですけど、今の K-POP の問題点をバーッと、まあ、ぶちまけたというか明らかにしたところもあるので、うん、それを振り返って、で、最後は、まあ、日本が学べることっていうのを聞いていきたいと思うんですが、まず一つ目のこのニュージーンズ独立問題ですよね。まあ、さっきおっしゃってくださったように、ハイブという BTS の事務所があって、その子会社に、まあ、アドアと。で、アドアの代表がミンヒジンさんで、ミンヒジンさんは本当少女時代とかを育てて、はい、で、今度はニュージーンズでも大ヒット。うん、まあ、ちょうど BTS が兵器で、ちょっと活動中止になった時に、それ継ぐように出てきたニュージーンズの、まあ、稼ぎ頭ということで、はい、そこが、なんでこんな対立してるんですかね。非常に、まあ、感情的な対立で、はい、ハイブのパン・シヒョク議長ですね、はい、と、まあ、ドアのミンヒジンさんが、まあ、パン・シヒョクさんは、その、ミンヒジンさんをヘッドハンドしたんですよ。はい、エスパーを倒せるかっていう口説き文だったらしいんですけど、はい、まあ、それで、最初はまあそういう感じですごくまあいい感じだったんだけども、やっぱりクリエイティブをめぐる感情的な対立が非常に大きい、うん、ということをですね。なるほど。ハイブさんの、ハイブ側の主張としては、ミンヒジンが、まあそのアドアを乗っ取ろうとしたんじゃないか、経験。はい、そうですね。まあ株の話も含めて、何か怪しい動きをしたということで、そういう主張してますけど、この主張についてはどういう位置づけなんですか？まあこれがまさにその争点なんですが、はい、ミンヒジンさんってそのアドアの株の 18% しか持ってないんですよ。はい、で、なんか彼女の言い分としては、そんな乗っ取られるわけないじゃないかと。うん、ただまあ、ハイブとしてはその乗っ取りを機として、株をまあどうにかしようっていうまあ工作活動をしていたと。うん、ここはでもまあこれからね、5月31日にアドアの株主総会が予定されている。はい、で、ただまあそれもその前に、まあ株主総会を開くことをアドア側が、差し止めの動きをしていると。うん、ということで、まだどうなるか全然わからないですが、うん、ただまあ、ハイブとしてはとにかく、まあ、乗っ取りを、企てた
だから許せない、うん、でそれに対抗してミヒジンさんは、まあ、ハイブは結構、まあ、良くないことをやっていたっていう感情的な、うん、まあ、暴露メーター、まあ、暴露って言っていいと思いますけども、そういったことをお話をしてっていう対立ですね。なるほど。ですから構図としてはね、やっぱりビジネス VS クリエイティブ。あ、ビジネスがハイブですか。はい。でクリエイティブがミヒジンさん。はい。まあ、どこまでそれも、本当かどうかわかんないですけど、大枠を見ると、やはりそういう対立に見えますね。うん、なるほど。まあ、今、この収録は5月13日時点なので、まあ、ここでもわかんないことがあるつつ、それを前提で今日お聞きするんですけど、ミヒジンさんの会見はかなりインパクトがあったじゃないですか。はい。まあ、トレーナー来て、LA ドジャースのキャップをかぶって、非常にラフで、で、まあ、時には、すごく、いろんな K-POP の闇というか、それを暴露しながら、さっき松橋さんがおっしゃった方のクリエイティブ寄りっていうのはどういうことをおっしゃったんですか？クリエイターとしての主張をしたってことですか？まあ、様々な主張をしています。はい、例えば一番注目されたのは、最近、まあ、ハイブ傘下の会社からデビューしたアイリットっていうグループがあります。はい、これ今日本でまさに大ヒットしてるんですね。はい、で、このグループの、まあ、アートディレクションとか、まあ、すべて音楽もそうなんですけど、やっぱりニュージーンズを思わせるような、雰囲気っていうのが非常にあるんです。例えば、メンバーの髪の毛がみんな長くて黒かったりとか、はい、あるいはその音楽性ですね。すごくこう、まあ、軽い感じの聴きやすい、はい、音楽をやる、っていうところも含めて、まあ、非常にニュージーンズっぽいはっぽいんですよ。なるほど。うん、で、まあ、それに対してミヒジンさん、まあ、パクリじゃないかと、はい、まあ、そういったことも言っているし、あとは、まあ、自分はニュージーンズを作るために、まあ、ニュージーンズをってことじゃないですか、新しいグループを作るために、まあ、来たんだけども、まあ、そのプロセスの中でアイズワンにいた、キム・チェヨンと宮脇さくらはどう、はい、入れてくれないかってハイブに言われたとか、あ、まあ、家庭においての話なんだけれども、私が一番注目したのはやっぱり、CD の販売をめぐる問題ですね、うん。これは最後の方にちょっとお話をされていて、実はそんなに目立ってはないんだけども、はい、これ日本でもそうなんですけど、CD にメンバーのフォトカードをランダムで封入をして販売をする。うん、はい、うん、そうすると、まあ、例えばメンバー5人いると5枚買えば、全部5枚が別々のものだったらいいんだけど、必ずしもそうならないから、はい、たくさん購入をしたりとか、あるいはまあ、その人気がある K-POP グループね、日本でも東京のこの近くにあるタワーレコードに行くとですね、そのランダムフォトカードが、はい、まあ、被った人が、こう交換をするために店頭で、こう、私はこれ持ってますとか交換してくださいっていうようなことを、はい、まあ、やってる光景っていうのがよくあるんですけど、これをやると、マーケットが壊れるぞっていう強い主張をしたんですね。うん、で、これが業界内部から、まあ、こういう言葉が出てくるっていうのは非常に、まあ、私は重く受け止めなければならないなと、うん、そう思いました。なるほど。まあ、CD を買う側は欲しいメンバーのカードが出るまでひたすら買いますよね。そうです。それで、まあ、無駄となってる CD が増えてしまうと。うん、で、現に SNS とかでは、まあ、CD がこんなに無駄になってましたという写真とか、うん、コメントが出てきたりしますもんね。つい最近ね、はい、セブンティーンって日本でアルバムを出して、はい、で、セブンティーンもハイブ参加なんですけど、渋谷のパルコの向かいあたりなんですかね、そこに不法投棄をされて、まあ不法投棄っていうか、はい、そこには50人お持ちくださいっていうふうに書いてあった。で、中からはやっぱりフォトカードが抜かれていて、これはまあ多分転売だと思うんですけども、やっぱりそういうふうなことも起こしてしまうんですよ。うん、で、これがまあたまたまそういうふうにこの問題の過程で起きたということも含めてですね、単にこれ韓国の国内のだけの問題ではなくて、で、日本でもまあ起きうることだし、むしろこのやり方自体は日本が積極的にやってたわけです。はい。で、日本がっていうのはその日本の、まあ、AKB 商法的なものとか、もそうだし、K-POP がそういうやり方を、まあ、真似て日本でやってる。で、それが今は韓国でもやられ始めたりしていると。で、そういうことで、これをこんなことやってると、本当にマーケット壊れるぞと、ミヒジンさんはおっしゃって、うん。で、私はこれはすごく、意味がある言葉だなと思いました。そうですよね。ただ、このミヒジンさんの会見の前までは、うん、まあ、ハイブって、まあ、BTS を、が育てたので、まあ、非常にグローバルであったりとか、うん、まあ、BTS の独自の SNS とかプラットフォーム作ったりとかですね、あとはまあ国連で演説したりとか、そういった古い、そういう、まあ、CD を使った商法っていうのを、うん、とはちょっと無縁の存在だと思ってたんですよね。うん、でもそうでもなかったというか、
そういった手法をずっと使ってたってことなんですかね。そうですね。うん、まあ、例えば私がね、AKB 手法をよく批判をしてきましたけど、すると、まあ、日本のアイドルファンからは、いや、K-POP だって日本で同じことやってるじゃないかと。はい、うん、いや、それはその通りなんですよ、うん。日本のアイドルファンはね、だから別にいいじゃないかって言うんです。じゃなくて、私がすればどっちもダメなんですよ、それは。うん、むしろ今すごく危惧、私が危惧しているのは、まあ、非常にね、日本にアジャストしたやり方ではあるんです。はい、日本というローカルな、ね、地域にでビジネスをやるときに、まあ、K-POP とか、まあ、韓国の企業ってそのローカライズがすごく得意ですから、うん、まあ、そこの地域に合わせたビジネスのやり方をやって、そのときにまあ CD をこう複数枚購入させるようなビジネスモデルとして、まあ、ランダムフォトカードの封入っていうやり方を始めたわけですね。で、ただ今、韓国でも実は CD の売り上げが上がってるんですよ。ああ、日本みたいですね。うん、で、うん、まあ、このプロセスの中では、まあ、途中コロナとかもあったんですけども、はい、やっぱりその、いわゆる推し活的なもので、ファンの社交心を煽って、いわゆるガチャですよね、これね。うん、で、という方向に、韓国でもそういう、なんていうかな、売り上げの比率が上がってきてしまう。果たしてこれいいことなんですかと、うん。グローバルにやってきて、あらゆる、その、まあ、様々な手法を使ってではありましたけれども、ちゃんと人気が出るところ、音楽の人気があるところまで、まあ、達しているわけですね、うん。ニュージーンズなんかまさにそういう形で人気が出たもの。はい、うん、それを昔のビジネスモデルとか、あるいは、その、ファンの社交心を煽って、ガチャをさせるみたいなやり方で売り上げを維持する。で、これは音楽の人気じゃないでしょう。なるほど。うん、でこのシンプルな、意見っていうものを当事者が言ったっていうのがやっぱすごく意味が大きかったと思います。うん、私は結構推し活自体は結構肯定的で、うん、例えばファンの人が支えて、まあ BTS もそうですけど、うん、まあアーミーたちが広めたっていう面も大きいじゃないですか。はい、ただその表現手法として CD をたくさん買うっていうのはまあいかがなものかの確か思うところもあるんですけど、うん、どういう方法だったらいいんですかね。ただミンヒジンさんだったらどういうことを考えてることも含めて、うん、そこをうまい手を考えないからやっぱり CD に今依存するっていう状況が続いてるんだと思うんですね。うん、で、ただ私がよく CD のビジネスの問題を言うときに、よく言うのはですね、じゃああなた紙の新聞取ってないですよね。あ、紙の雑誌読んでますか、うん、あるいはテレビの放送を見てますかと。で、そういうことを言う若い人みんな多分そんなものは見てないし読んでもないんですね。はい、で、なんで CD だけ買うんですか、うん、僕はこれ何を言いたいかというと、そのコンテンツが運ばれるメディアですね。それが昔は紙とか、電波とか、あるいは、まあ、プラスチックの CD とか、まあ、DVD とかだったんですけど、うん、それが全部インターネットに、うん、まあ、一本化をされてきているということなんです。で、この流れ自体は不可逆的だと私は考えます。はい、この時に、さっきおっしゃったその推し活的な部分を何らかの、まあ、お金にして、はい、アーティストの収入になるような形にしたいって、はい、みんな考えるときになかなか手が見つからない。なるほど。で、うん、その時に NFT っていうのは一つ発想としてあったんだけども、まあはっきり言うとそんなにうまくいってない。はい、うん、でこれは、まあ、HYBE とかも実はね、その準備ってのずっとしてるんだけども、なかなかやっぱ乗り出せてないんですよ。うん、で、これはまあ、やっぱり物理的な商品の強みっていうのもありますけれども、NFT の限界なのかもしれないですが、うん、難しさはある。で、ただ、何にせよこの新しいアイデアで、その、アーティストに、まあ、ちゃんと売り上げがいって、ファンも納得できるようなもの、それを、構築しないと、はっきり言うと、推し活で CD 買ってって、私、掛け捨てに見えるんですよ。ああ、なるほど。うん、で、だから、もっと投資みたいな形がやっぱり望ましいなと思っていて、で、NFT が面白かったのは実はそこなんですよね。うん、ただ、まあ、それは NFT がデジタルコンテンツに対してのもので、まあ、証明書に対してのものなので、もっと別の形で、その、投資ができるような形。それが最終的には価値が失われ、少なくなるかもしれないけども、ゴミにはならないから。なるほど、うん。うん。そこをちょっと考えた方がいいと思います。うん、で、それが巡り巡ってアーティストのためになって、ファンとアーティストがより、まあ、絆が生まれるというか、うん、そういうふうになるといいですよね。もう一回ちょっとミンヒジンさんの主張に戻るんですけど、はい、まあ、その CD の問題の他に、彼女がそのクリエイターとして許せなかった部分って他に何かあるんですかね。うん、まあ、彼女の、まあ、すごく感情的な会見を見ている限りですと、
確かにアイリットとかに対しての思いとか、で、ルセラフィムも、やっぱ最初のデビューの時と、今の音楽の傾向って全然違っていて、はい、はっきり言うとニュージーンズっぽい、まあ柔らかくて軽い形になってるんですね。はい、で、これに対して、その、まあ、ミンヒジンさんはすごくクリエイターとしての意識がすごく高い方なんで、まあ、許せなかった、うん。ただ、ここはちょっとやっぱり留保が必要で、ミンヒジンさんって、こう、シーンを変えちゃったんですよ。あで、シーンを変えたら、やっぱその似たような、ものがいっぱい出てくるのは当然なんです。はい、なぜかっていうと、流行だからなんです。はい、それで、実はむしろマーケットでいい競争が生まれたりすることもある。はい、で、ミンヒジンさんはやっぱそうやって変えてしまったんだけど、多分彼女が許せなかったのは、同じ配布参加で似たようなものが出てくることが多分許せなかったと思います。なるほど。他からもね、実はいっぱい出てきてるんですよ。はい、うん。で、なんだけども、むしろその XG とか日本の MI とかも、ニュージーンズの影響を相当受けてるんですよね。で、非常にこう昔のある K-POP の形からは全然変わっているんだけども、ただ HYBE はマルチレーベル制といって、はい、まあ、BTS が平気に行くことを見越してですね、はい、いろんな会社買収して吸収をして、で、まあ、それぞれ独立した形でやっていこうと。うん、で、まあ、時期的な調整とかはもちろんあるんだと思うし、まあ、ミキシさんそこに対しても文句言ってるんだけど、そこの中で、これじゃ独立性も何もないじゃないかと。でみんな自分の真似ばっかして何やってんだと。で、これは、うん、まあ、プライドが許さないんでしょうね。うん、で気持ちはすごくわかります。うん、シーンを作ったってどういう意味ですか？それまでの K-POP っていうのは、どっちかというとですね、その、まあ、かなり長い間と言ってもいいと思いますが、ずっとフックソングっていうものをやってきたんですね。うん、フックソングっていうのは、フックって引っ掛けるっていう意味で、はい、同じフレーズを繰り返して、それで、まあ、聴く人が覚えやすい曲をする。うん、まあ、少女時代だったら、まあ、ジジジジって言って、はい。ずっと耳に残りますよね。そうですね、うん。そういう感じの曲でずっと進んできたし、まあ、ヒップホップが強く、ヒップホップなんだけれども、まあ、かなり強い調子だったっていうのが2010年代のトレンドだったんですけど、ミンヒジンさんのやったら、まあ、ニュージーンズっていうのは、まあ、全然そういう感じじゃないんですよ。はい、全般的にすごく柔らかくて、はい、で、まあ、一応ヒップホップなんだけども、そうですね、ラウンジでかかってるような、はい、イージーリスニングって言い方もされますけども、非常にまあ全般的に軽い、うん。軽いけども、すごく耳障りが良くて、それがストリーミングの時代にやっぱすごくあったんです、ね。なるほど。繰り返し聞いても飽きないし、聞くときに構えなくていいんですよね。はい、スッと入ってくる。うん、まあ、それまでも、その BTS のダイナマイトとかがそうだったように、昔の K-POP よりもファンクの方向に行って、で、ファンクってのは同じコード進行をどんどん繰り返していく曲なんですね。はい、ですから、すごく明確なサビがあるっていう感じでもない、はい、で、そういった傾向も入れて、今、そのニュージーンズっていうのがあると。うん、で、本当にそういう意味で、これまでの K-POP の、まあ、例えばその前に、ちょっと前に言ったケプラーなんて、はい、わだだ、わだだってこう連呼してたんです。はい、そうですね。で、ニュージーンズが出てきて、ケプラが一気に古くなっちゃった。ああ、面白いですね。なるほど、うん。で、感覚、それは自分の感覚ですよ。だから、一気にもう古臭く見えてしまう。で、それ以外でも流行ですよね。そうですね。ファッションとかもそうですけど、はい、これってもう一つ前だよねとか、はい、そういうのが感覚的にスッと入ってきて、みんなが考えなくても、あ、こっちの方がいいなっていうものが実際流行の動きなので、うん、っていうところで言うと、もう一気にガサッと動かしてしまったっていうインパクトはあったんですよね。うん、でむしろその後の K-POP が実は困っていて、先ほどのケプラなんかもやっぱりニュージーンズに引っ張られるような音楽になってしまう。ただそこでそれまでやったことがないことだからどうやってやればいいかわからないし、ということで他のグループたちはみんな悩んでるんですよ。うん、悩んでるんだけど、お膝元のルセラフィムとアイリットって新しいグループはなんかすごくニュージーンズっぽいものを出してきたので、はい、それはミヒジさんもカチンときますよね、きっとね。アイリットが他社から出てたら、日本から出てたら文句は出なかったと思いますか？まあしょうがないよねってことになるじゃないですか。その少女時代がデビューした後に、やっぱり少女時代のエピゴーネみたいな。はい、バーって出てきましたよね。そういうのがあったので、ただ、内部でやるんだったら、パンシュヒョクさんはなんでそんな、あなたが仕切ってるのになんでこんな似たようなの出すんだよって。いや、それは確かに感情的に理解できますよね。うん、他社から出てきたらまあしょうがないというか、
自分をパクってきたんだなと。まあ、それがマーケットを作るってことだと思うんですけど、うん、まさか同じ仲間の中で出してこられると、ちょっと感情的にうってなるとかありますよね。そうですね。うん、でもちろんね、でも 100% アイリットが、はい、ニュージーンズのパクリではないんですね。はい、その音楽的な作り方とかも違うし、はい、で、そうやって一つのなんかロールモデルがあったとしたら、そこから少しずつズレが生じて、どんどんちっちゃいズレがいっぱい生じた中、別のものがドンとできたりとかっていうのが、はい、流行の流れなんですね。はい、最下と同調化を繰り返すんですよ、はい。で、こういったところで考えていくと、じゃあ次はニュージーンズのターンだから、ニュージーンズはまた、さらにそこの違うものを出してくるっていうのが、非常に健全な流れではあると思うんですけど、はい、うん、まあ、ただ内部でやるなよってことですよね、民営人さんに。いや、そうですよね、うん。まあ、ちょっと今日は便宜上パクリっていう言葉も使っちゃいましたけど、私もパクリは悪いことだと思ってなくて、アイリットもちょっと違うと思うんですよ。違います、はい。で、それがあるからこそ、うん、じゃあニュージーンズはじゃあまたさらに変えてやろうって言って、なんか行ったり来たりして文化ってできるじゃないですか。そうです。それを内部でやっちゃうとちょっと違うよねって話ですか。うん、うん、そうですね、はい。しかもアイリットって確かパンシューク議長がちょっと手掛けているとか、はい。ああ、なるほど、うん。だから結構ね、その、喧嘩って言ったのは大げさではなくて、やっぱそのパンシュークさんとミンヒジンさんのちょっと感情的なもつれっていうのがやっぱ根っこにあるんですよ。うん、で、こう、ビジネスの関係であれば、ビジネス上の衝突であれば、実はもっと話が早かった。なるほど、うん。俺感情的なものなので、なんか落としどころっていうのがなかなかね、見えにくいなとは思う。うん、今後どうなるんですかね。ミンヒジンさんっておっしゃったようにシーンを変えたじゃないですか。で、私前の K-POP も好きっちゃ好きで、やっぱりああいう耳に残ることがあったからこそグローバルで戦う、うん、まあ、門戸を開いたと思うんですよね。で、開いた後にニュージーンズみたいにちょっとリラックスした感じ で、うん、で、本人たちもいい意味で抜け感があるというか、はい、なんか無理して歌ってないなって感じるんですよ。うん、だからバッと変えちゃったなと。で、今後のミンヒジンさんすごい楽しみだったんですけど、今後どうなっていくんですかね、この問題。正直ね、もうそれはみんなわからないですけど、わからないですけど、ただ一番キャスティングボートを握ってるのは間違いなくメンバーと親です。うん、親、うん、はい。メンバーはね、今年5月に20歳になる人が1人いるんですけど、他はもう10代なんですね。はい、まあ、あとしかも、まあ、韓国では日本以上にやっぱ親がこういう時に今力を出してくるんで。なるほど。ということを考えると、その、メンバー本人と親の意向によって大きく変わってくるだろうと。うん、で、このまま行くと、ミヒジンさんが、まあ、追い出されるとしますよね。はい。そうすると、メンバーたちがミヒジンさんなしのプロデュースでやっていくのか、あるいは割れるっていう可能性あるわけですね。なるほど。うん、で、この割れるっていうのが一番、まあ、危惧されること。それは、日本ではスマップもそうだったし、キンプリもそうだったし、韓国では東方神起っていう例もあるし、去年だと50/50っていうね、すごく全世界的な大ヒットしたグループが、それが故にですね、会社とも大揉めして、まあ、空中分解をしてしまったんですね。で、そういうこともあります。ファンたちが望むのは、ミンヒジンさんたちと共に、ハイブから飛び出して、アドが独立するような形、まあ、彼女たちが独立するような形が一番望ましいんだけれども、これはちょっとわからないですね。相当ハードルが高いと思います。なぜかというと、その、ニュージーンズのメンバーたちの契約がおそらく残っているだろうと。はい、で、ただ出たところでニュージーンズって名前は使えないです。はい、それは、うん、商標はハイブ、アドアが持ってるんですから、はい。メンバー全員5人引き連れて、ミンヒジンさんが出て、って言ったところでもまたここで資本はまた何もないところから始めなきゃいけないし、うん、ハイブ側の立場からしてみれば、ニュージーンズにあそこまで潤沢なプロモーションと、あとは予算、制作費用出せるのは、出せたのは、やっぱりハイブだからなんですよ、はい。で、投資をちゃんとしてるんですね。うん、で、そこはちゃんと契約とかで、いろいろ、やってはいると思うんですけれども、ミヒジンさんも、ハイブなしではあそこまではできなかったと思います、うん。だって最初の曲、デビューから4曲ぐらい全部ミュージックビデオがあるんですよ。そうですよね。で、しかもクオリティすごい高いですね。そうなんですね。ですから、なんか非常にいい落としどころをですね、我々は外部の人間は望むんだけども、なんかもうどっかの富豪がホワイトナイトでっていう資産価値って多分100億じゃくだらない、100億円ではくだらないと思います。うん、これからまだ5年、10年っていう売り上げを考えると。はい、うん、ということを考えると、それもまあなかなかハードル高いな。なるほど。ここでちょっとテーマ2の、韓国 K-POP 界の現在に入りたいんですけど、
仮にですね、じゃあニュージーンズが独立、まさにスマップに似てきてくることになっちゃうと思うんですけど、うん、そうすると、じゃあ、ハイブ側から圧力がかかったりとか、ニュージーンズが出れなくなったりとか、そういったことも起こりうるんですかね。松谷さん、記者会見をされて、はい、その会見の話からまずちょっと聞いてもいいですかね。まあ、芸能界に対しての法整備を求める。はい、ジャニーズ事務所の性加害問題っていうのは、要は芸能プロダクションとタレント側の非対照的な力関係によって生じてしまったし、しかも業界全体がそれを支えるような構図ができていたんですよね。構造自体を変えない限りは、これジャニーズ事務所以外でまた起きますよ。なるほど。じゃあこの構造を変えるためにはどうすればいいかというと、それはもうやはり法整備するしかないだろうと。具体的に何が変わればいいと思いますか、日本の芸能界では。最初に手を入れるべきは、まず芸能界に特化した届け出制をする、うん、だって明日から例えばじゃあ僕アイドル作りますって女の子若い女の子集めて地下アイドルですって言えるんですよ。せめてその例えば芸能プロダクションでそういう未成年者を集めるんだったらば届け出制登録制にしてっていうことがあってもいいんじゃないかな。なるほど。